フレッシュな選手も投入してきて、前から先ほど入った松木も行きます。このボールに対してちょっとルーズになってきて、さあ左サイドボールを握ってベルディが中へボールを出していく。ワンタッチで、あーちょっとこれもボールが流れていくが、もう一度中に逆サイド、ちょっとファーサイド小池がいて、小池中にグランダーのボール、シュート決まった。ベルディ先制、決めたのは井出か。この左サイドから逆サイドへ大きな展開で小池選手がドロールして落ち着いてマイナスのクロスでしたね、岡山のディフェンスラインも少し下がっていましたからね、ちょうどバイタルのところが来ましたね。井出が右足合わせで決めました。1対0、後半のアディショナルタイム、井出が2試合連続のゴールということになりました。